新川恵は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元調教師で元、元騎手義理の父に元調教師の伏せただし、義理の妹たちの配偶者に元調教師の岩本、一蔵柴田光陽らがいる。新川は、結婚前のせいで、結婚後は、伏せせとなっていたが、その後再び、新川せに戻っている。1961年に、 阪神の佐藤勲九者所属の騎手見習いとなる。翌1962年に騎士免許を取得し、同級者所属でデビュー。1968年に同じく、阪神の渋川久作九者所属。1969年に、関東、中山の冷えた年を九者所属。1970年には、中山の中野義太郎九者所属。 1972年に中山の松永光夫級者所属。1973年に再び関西の立党の伏せただし所属といくつもの級者を渡り歩いた。1978年に調教師免許を取得し、騎手を引退した。騎手成績は中央競馬通算1952,175勝。翌1979年に級者を開業。初出走は、 同年10月20日中京第8競争のシゲルファイターで11着。初勝利は同年12月22日阪神第7競争のベルベルで延べ11戦目であった。1981年の京都大商店を稲戸こと武器で制し、重賞初勝利を挙げた。G1 競争勝利は達成できなかった。騎手は小牧志、淳一、弟子である。 高井明大の起用が特に多く、この三人が主戦騎手といえる存在であった。2013年2月28日付で長教師を引退した。ふとじは文科生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。